今日は頑張ってパパ DIY をしたいと思います。先日ですね、3歳の息子にグランツーリスモをさせてみたという動画をアップしたんですけれども、先日の動画ではハンドルだけ息子にやらせて、アクセルブレーキはまだ身長が届かないので僕がやってたんですけど、なんとかアクセルブレーキもさしたいなと思いまして、いろいろと、設計図などを書いてですね、ホームセンターに行って、こう木を切ってもらいました。その寸法通りに。まあその寸法がまず合ってるかどうかも知らないですけど、子供のためにですね、今日は頑張ってパパ DIY をしたいと思います。初の DIY やっていきます。行きましょうかね。大丈夫かな、本当に。こういうなんか家具を見たりこうするのは大好きなんですけど、実際にこう自分で寸法を測ってホームセンター行って切ってもらってやったことはないので。まあ、ちょっと面倒くさがりな部分もあるんですけど、ちょっと子供のためにと思い、今日は頑張ってやってみます。この辺にこう来るイメージですかね。この辺に来ればハンドルをここにつけてできるんじゃないかという想定です。これをこういうふうに組み立てていけばいいんじゃないのかい？という感じですね。じゃあ組み立てていきましょう。よいしょ。これをネジ打っていきましょう。こんなんでいいんでしょうか？かなり適当ですけど。この辺かな？およそ。これ大丈夫かな？割れちゃってるよ。割れちゃってるけど。大丈夫なのかい？これは良くないね。ネジが出ちゃってるもん、こんな横に。危ないけど。まあ、しょうがない。よし、これでハンドルを乗せる台は一応、完成だと思われます。まずハンドルを外すところからかな。ハンドルを外して、一度ハンドルを外す。で、ここの台も取っちゃう。
ともとついてるハンドルの台も取れば、台を置けるはず。これをこちらにつける。つけれるか。意外と意外とちょっとまともじゃないですか。うん、はい、こういう形で完成をいたしました。あとは息子に座ってもらって確認するだけですね。まだ多分後ろが遠いと思うので、ちょっとクッションで今回は対応したいと思います。さあ、うまくいくでしょうか。どんな感じですか？ちょっとだけ今おうち一人でできそうですか？できそうです。よかったです。これでじゃあ一人でやってみようか。うん、よし、やってみよう。やってみよう。どうか流行るでしょ。早いかな。うん、うん、これもか勝つじゃない。そうかもね。うん、トータ君負けるかも。負けるかも。うん、頑張って勝とうね。うん、はい、最後までご視聴ありがとうございました。興味のある方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。